闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。センターラインを挟んで両チームにらみ合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、武蔵。攻守にバランスの取れたフォーメーション、際立った特徴はないものの見どころのあるチームです。どんな相手にも臆せず戦う姿勢を見せてくれることでしょう。そしてアウェーサイド、大友。ツートップで前線を組む布陣となっています。キャプテン浦部君を中心とした大友カルテットの固い守りから、俊足のエース新田君が仕留める堅守速攻を武器としています。まもなくキックオフです。さあ試合開始。キスミ君、体を反転させかわした。さて、キスミ君の華麗ナイスプレーだ。決まった。決まった。もらった。スピードに乗ったドリブル。ほら、ニッタ君、オッケー。ナイスプレー。センターラインを越えて攻め込む。やった。セロドンドリブルで抜き去る。武蔵、これは戦い方を変えてきたようです。パントキックで大きく蹴り出した。浦部君、このパスをカットします。かわして振り抜いた。チャージが決めた。ナイスプレー。中尾君、ボールを奪う。それだぜ。タックルが炸裂。鈴木君、ボールを狙うも届かない。かわして振り切った。ベイタ君、シュートまで持ち。ナイスプレー。ここは抜かせません。パスをもらった。体ごとぶつかっていった。中山くん、ここはパスを出す。横にかわして突破。このタックルは片手に奪います。スライディングで止めた。ロングパスだ。このパスをトラップ。岸田くん、ボールの狙うも届かない。あっと奪い返した。広田くん、素早く横にかわす。中尾くん、このタックルは片手に奪います。中尾くん、シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。長いパスが通った。チャージが決まった。かわして振り切った。大きくパス。ニタ君、早いミスシュートだ。ライトボールを捉えるか。これは見事にキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。パスを出します。かわして振り切った。西尾君、激しいタックル。チャージが決まった。それ中山くん、ここは抜かせません。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。おっと、攻守交代だ。見すぎた。激しいタックル。真田くん、ここは勝負を避けた。ここはパスに切り替えた。ニッタ君、セルノドリブルで抜き去る。センターラインを越えて攻め込む。それ三杉君、このスライディングが決まった。それ鈴木君、ここは勝負を避けた。長い距離のスルーパス。一ノ瀬君、ここは勝負を避けた。そこ体ごとぶつかっていった。ニッタ君、激しいタックル。はあ、岸田君、それボールを狙うも届かない。三杉君、よし、センターラインを越えて攻め込む。横っ飛びで鋭く反応。一条君、ゴールを割らせません。ワンタッチで送る。西尾君、ここで奪った。新田君、このボールをコントロール。向井君、ここは抜かせません。はぁ、チャージが決まった。パスを出します。平岡君、横をすり抜けた。中尾君、ここはパスを出した。花見君、横にかわして突破。両雄、ここで激突。これは互角の勝負だ。空中での激突だ。
このボールに飛びつく。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。滝沢くん、パスを出します。真田くん、スルーパスを狙う。岸田くん、ボールを奪うことができません。それ時計は30分を過ぎました。それ前半アディショナルタイム突入です。よし、三杉くん、これは僕が決めてやる。をかけたシュートだ。さあ、ボールと真っ向勝負。と、止めた。武蔵、ここで作戦を変えてきました。これは戦い方を変えてきたようです。ダイレクトでパス、中尾くん。よし、ここだ。おお、これは攻守の連携を一段と高めてきました。前半は両チームともに譲らず、キックオフでキャッチスタート。もらった。真田くん、激しいタックル。岸田くん、ボールを奪うことができません。敵陣へ攻め込みます。浦部くん、ボールを奪うことができません。ここしかない。僕が決めてやる。これはスライス回転をかけてきた。あ、弾きます。真田くん、激しいタックル。中山くん、ボールを狙うと届けない。決めてみせる。これは華麗に回転をかけたシュートだ。これはキャッチできない。チャンスが決まった。鈴木くん、シュートを放った。一条くん、ゴールを割らせません。パントキック、どこまで運べるか。鈴木くん、ボールを奪った。一ノ瀬くん、ボールをかわして突破。ナイスプレー。タックルを決めた。ここしかない。スライス回転をかけてきた。このシュートを体で止めるつもりだ。体を張ってボールを止めた。右へ回します。よし、行くぞ。武蔵、ここで作戦を変えてきました。武蔵くん、ここは抜かせません。浦部くん、ボールを奪うことができません。もらった。田波くん、ボールを奪うことができません。川田くん、ここは抜かせません。佐野くん、激しいタックル。みんな、僕に任せてくれ。ボールを託して、ナイスプレーだ。ドリブルを見送る。佐野くん、このスライディングが決まった。パスを回す。鈴木くん、ここは抜かせません。このタックルは不発に終わります。このパスは通らない。後半15分が経過しました。ここからラストスパートをかけてくるか。ここでパスカット。田波くん、横にかわして突破。タックルが炸裂。それ。あと、ドリブルを見送る。よし、三杉くん、ここからチャンスを作れるか。僕が決めてやる。これはスライス回転をかけてきた。止めた。キックで大きく蹴り出した。三杉くん、センターラインを越えて攻め込む。これは華麗に回転をかけたシュートだ。岸田くん、ボールを奪うことができません。三杉くん、支えてくれるみんなのためにも僕はやる。ここだ。ここしかない。いい流れだが、油断は禁物だぞ。変えてきたようです。このスライディングが決まった。浦部くん、ボールを奪うことができません。三杉くん、センターラインを越えて攻め込む。これは華麗に回転をかけたシュートだ。一条くん、横に飛んだ。ゴールを割らせません。パントキック、どこまで運べるか。頭でつなぐ。
長い距離のスルーパス、真田くん、そうだ、シュートを放った。ここだ。さあ、ボールと真っ向勝負。あっと、これを弾いた。やった、が決まった。いけ、それ、ぶつかっていった。それ、このタックルは不発に終わります。それ、ドリブルでボールを運ぶ。三つ子くん、ゴールを狙う。一条くん、ゴールを守った。パントキックで大きく蹴り出した。ワンタッチで送る。はあ、三つ子くん、ここからチャンスを作れるか。いよいよ後半が危なくなる。消えてみせる。最後の力を振り絞って走ります。中山くん、これをブロックに行く。体を張ってボールを止めた。くん、激しいタックル。はあ、似た。ボールを奪った。あと、ドリブルを見送る。この接戦に決着。僅差の試合をものにして見事勝利です。